はい、では本日お伺いいたしますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。失礼いたします。竹ちゃん、今日電話からですね。はい、本日道の駅の旅第11弾になります。おお。まあね、11回目にもなるんでね、まあ、こういった道の駅で撮影を現地でやっぱり飛び込みで依頼するのもなかなかちょっと難しいんでね。ああ、そうですね。はい、事前にアポを取るとスムーズに撮影ができるわけですよ。はい、はい、ところで今日竹ちゃんどこ行くんですか？今日はですね、あそこですよ、忍者の里に行きます。忍者の里ですか？はい、三重の忍者といえばあれですよ、山を越えて谷を越え僕らの町にやってくるあの人のとこに行きます。ちょっとよくわかんないですけど。ご存じない？はい、おかしいな。まあ行けばねわかることなんで、はい、早速行ってみましょう。はい、はい、それでは第一目的地の道の駅あやまに着きました。こっちか。はい、まあこちらはですね、伊賀です。そう、目的地は今回は伊賀なんですよ。伊賀といえばそれはもうあれですよね、わかりますね。ここまで来たら伊賀の忍者といえばやっぱ服部くんじゃないですか。はい、でもまあ大河ドラマ好きな人だと服部半蔵だろうっていう風になると思うんですけどね。うん、まあ早速ねここに着いたんで、まあ、まずは昼食ですね。お腹減ったんで、まあまあいい時間ですしね。はい、で今回のグルメは、伊賀牛うどんです。まあお腹も空いたし体も冷え切ってるんで、早速まあ、食べに行きたいと思います。はい、では本日のグルメの伊勢牛うどん定食です。はい、で内容は伊勢牛うどん、あと味ご飯、本日の一品のひじきに、冷ややっことおしんこです。では早速実食してみます。うどんは割と細い感じはしますね。牛の旨味が程よく溶け込んでるのがいい感じです。うまい。旨味がすごいです。で、この味ご飯も、この味付けもいい塩梅なんですよね。で、まあ最後のこのひじきですね。ちょっと酸味っぽい感じがあって、割となんか多分この油系のやつに合わせてあるのかなっていう感じはしますね。うん、なんで全体的に結構いいバランスの、まあ、この辺とかでもまたちょっと調整とかして美味しくいただけるんじゃないでしょうか。でこちら1000円になります。はい、盛りだくさんの内容なんで皆さんこちらに来た際にはぜひご賞味ください。それでは第2目的地のこちら道の駅あやまのスタンプいただきます。ピンクは青色ですね。はい、こんな感じのハンコになりました。何の花なんでしょうかね。ひしの花とかそういうことかな。そういうことですね、きっと。違ってたらごめんなさい。そんなわけで道の駅とスタンプいただきました。
はい、ではそんなわけでですね、まあ、伊賀といえば忍者ということでやってきました。こちら上野公園になるんですけれども、こちらの方に、あれがあるんですよ。忍者の伊賀流忍者の博物館があるんです。でそちらで手裏剣投げの体験ができます。まあね、その手裏剣投げをするってことは忍者なんで、このねバイクの格好だと、まあ、格好がつかないんで、まあ、こういったね忍者になれる変身どころがありますんで、せっかくなんで忍者の格好をして手裏剣投げに行きたいと思います。はい忍者になってきました。はい、刀もですね。そうです、刀もちゃんともらいましたすごいですね、まあでもちょっとおかしいのはエンジニア部です、はい、まあ、すごいですね、こんな風になれるんですね。マジでなんか手裏剣めちゃくちゃうまく投げれそうです、ね投げるんでやっぱこの格好じゃないとうまく投げれないんでね。そうですね、ちなみに今撮ってるともくんも黒忍者になってるんでどうですか忍者の気分は。最高ですねともくんもエンジニアブーツですけどね。そうですね、はい、まあ、そんなわけでね、早速行っていきたいと思います。はい、先ほど手裏剣投げのご指導いただきましたんで、今から投げ込んでいきたいと思います。はい、これ刃は打ってないみたいなんですけど、まあ、でも投げられたらかなり重量もあるんで、まあまあ危ないと思います。今カップルに行きました。でも50点のとこって難しい。むずいね。おお、これでもめっちゃ難しいですよ。あ、高さはいい。高さはいいですね。高さはいい。今顔に当たりました、ね。おお。おお、いたいたいた。下腹部。いや、これは難しいですね。手裏剣投げ体験をちょっと楽しませていただきまして、ではこれからの春に向けての忍者のイベントについてスタッフの甲田さんから説明をしていただきます。はい、ではお願いします。本日はご参加いただきありがとうございました。手裏剣体験を、ね、楽しんでいただけたということでして、これからですね、伊賀、春本番に向けまして、伊賀での忍者フェスタというものがゴールデンウィークに企画されております。街中がですね、いろんな忍者衣装を着た子どもたち、もう家族の方であふれましてですね、忍者の体験道場が街中で体験できたりとか、まあ、さまざまなイベントが催される予定をしておりますので、またホームページなどでご確認いただければと思います。ぜひたくさんの方々が伊賀にお越しになって忍者になっていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。では本日はありがとうございました。ありがとうございます。じゃあそのわけでね、この忍者体験終わってしまいました。なんかね、やっぱりこういったこのご当地というんですかね、場所に来るとそういったゆかりのあることに詳しい方がたくさんいらっしゃいますので、はい、そういったお話とか、またその忍者に対するなんかロマンとかっていうものを深掘りできるのはすごく楽しいと思います。皆さんもこんなちょっと素敵な街伊賀にぜひお越しください。それではまた次回の道の駅の旅でお会いしましょう。さようなら。